キリの兄貴、何か分かりましたか。おい、みんな聞いてくれ。この町にある区費を全て回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した証拠に区費を全て写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区費に刻まれたしかもしれん。キリュウの兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7は10編者1区の7番目の文字。海 B7は芭蕉の7番目の文字。軍。残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓。それって 時間食っちまった。
これじゃ海軍水兵山名道大と書かれてる。この墓に秘密が隠されている。キリの兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、罰なんて当たりませんって。それじゃあ行きますよ。何かあったか。ん？奥に何かある。キリン兄貴、こんなもんが出てきよったで。これは昔の岩見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。キリュウの兄貴、半巡儀を追った時のイーノの船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますけ。頭、船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。おいじゃけど暴れていいんじゃな。当然じゃ、もう遠慮はいらん。兄貴、フェリー乗り場へ行きましょう。海賊たちの亡霊。始めようか。
ッチは準備できとるで。早う乗ってくれ。見とんじゃ。あ？後悔する。しばらく寝てろ。おいじゃ兄貴、もう兄貴は準備できとるんで。ああ、行こう。へい。兄貴、岩見の造船所を言うたら、うち広い敷地やけ。さっき解いた暗号の指す場所が間違っとったら、もうお手上げじゃ。他に手がかりはねえんだ。とにかく行ってみなければ始まらない。暗号の場所が造船所の中にあるのは確かです。岩見の造船所は、わしも何度か入ったことありますけ。どの辺かは大体見当つきます。わしが造船所の中、ナビしますわ。ああ、頼む。それはええとして、どがなもんが暴かれるんで。結局、尾道の秘密いうのは何なんじゃ。さあな。どうも秘密の内容は知らなかった。出てきよったで、兄貴。あんなら、また本家の連中じゃ。全員離れ離れになるな。俺のそばに固まってろ。来るで。行くぞ。わしの敵じゃないんじゃ。こんなん序の口でしょうが、まだまだおるはずですけ。暗号が差し取った場所は造船所のずっと奥ですわ。こっちじゃ、わしについてきて使うさい。
にあるぜ。ここじ。トリア。暗号の場所はまだまだ先じゃけ、急ぎましょう。奴らじゃ。遠慮すんな。片っ端からぶちのぶしたれ。ぶち殺すか。
慮すんな。片っ端からぶちのぶしたれ。兄貴たち、先を急ぎましょう。